古の大戦乱が終わり、魔王は封印された。平和を迎えた世界だが、闇は滅んでいなかった。ローラシアの王国アバロン、神器クリスタルは偉大な英雄を召喚し、危機を退け繁栄を極めた。ところがある日、神器から魔物が溢れ出した。アバロン王国はあっけなく壊滅し、世界は滅亡に追い込まれた。その時、神器は突如砕け散り、魔物は召喚されなくなった。大惨事は去ったが、危機は続いていた。放たれた魔物は人々を襲っている。王国は壊滅したが、王子アーサーは生き残り、クロノスの下で成長した。時が経ち、アーサーは剣士になった。ある日、一人の客が訪れる。ビビアン、君が教えてくれた通りの準備は万全だよ。こんなに早く準備が整うなんてすごい。何をそんなに悩んでいるのですか？シブは回復能力を持つプリーストの英雄です。ありがとう、頼もしい仲間だ。みんな、行くぞ。騎士団は負けない。あら、もう戦闘に勝。これは英雄。バリス、火属性の英雄。どの属性も クエストを確認してみましょう。
みんな、行くぞ。お疲れ様でした。ルーン装着に成功。でも、ルーン強化で。慎重に行きましょう。
の騎士団は負けない。みんな、行くぞ。手段は負けない。みんな、行くぞ。騎士団は負けない。神さえも虜にする私の美貌を崇拝しなさい。さあ、行きますよ。神。
私に勝利以外は似合わない。みんな、行くぞ。全ては神のご意志。神のご加護を。私に勝利以外は似合わないの。悪いな、俺の槍は手加減を知らないんだ。さあ、行きますよ。私に勝利以外は似合わないの。みんな、行くぞ。
私に勝利以外は似合わない。神のご加護を。全ては神のご意志。神のご加護を。全ては神のご意志。楽勝楽勝。全ては神のご意志。みんな行くぞ。ここは任せろ。運命のままに。神。私に勝利以外は似合わないの。
さあ、行きますよ。私に勝利以外は似合わないの。さあ、行きますよ。全ては神のご意志。